1949年、大久保康夫は、日本の英米文学翻訳家。日本における、専門翻訳家の草分けで、多くの翻訳者を育成した。茨城県生まれ、本名、康夫。日本ペンクラブ、日本文芸家協会、日本翻訳家協会、各会員。慶応義塾大学英文科中隊。大谷総一のジャーナリスト集団に属して、翻訳を、修行。 1931年、最初の訳本を刊行。1938年、風と共にサリヌの刊訳役を友人、竹内道之助の経営する三笠書房から刊行。また1941年頃には翻訳活動と並行して、竹内、宮西豊合図、小出節子らと、下月会を結成、同人雑誌に小説を執筆していた。戦後、 絶版となっていた、風と共にサリヌを復刊して、ベストセラーとなり、ヘンリー・ミラーの主たる作品、ナボコフ、ロリータなど、現代米文学を中心に、多くの役所がある。推理小説も多く手がけている。大学で教弁を取る傍ら翻訳にあたる多くの、翻訳者とは一線を画し、生涯教職とは無縁で、職業翻訳家として、次々に翻訳を発表。 日本の英米文学紹介者の中で独特の活躍を続け、彼以後様々な職業翻訳家が活動するようになった。下役者たちを駆使し、約55年にわたり膨大な大久保役を生み出しており、大久保工房と呼ばれた下役者の中には、戦前からの付き合いの中村農産、田中誠二郎のほか、白木茂、高橋豊、鹿島正造など、 後に独立しなをなした翻訳家たちが多くいる。長谷敦氏も大久保から翻訳を学んだ。面倒見の良い人物で、火薬者や編集者は大した用事はなくてもよく大久保の元を訪れていたと伝えられる。ありがとうございます。